まあ、やっぱその俺が作らせてもらった人、だから森さんとかバケンドとか、うん、そういう人に弾いてもらってるやつをなんかこう撮りたいですね。撮りたいよね、うん、その人が使ってくれて弾いてそれを見てくれて、おいい、いいじゃんみたいな、うん、だからライブもちょこちょこやってるから、そうですね、それでなんかライブ来て広告塔みたいな、そう、それがきっかけで来てくれたら俺は嬉しいよね。ね、うん、俺もなんかベースでライブとかやっちゃったしそうだね2本あ、そうだ、2本やったんだね。そうそうそう、あの写真もね撮ってもらったし、うんうん、そうだから高見さんもいるから、うん、すごいすごい全部が全部がつながる、うん、でまあレコーディングはまあそのベース使っちゃえばいいやって感じ。だからレコーディングに間に合わせるためになんとか頑張ってとりあえず仕上げたんだ。ちょっと急ぎました、うん、ちょっと急いだよ。だから未完成の状態のまま渡してるからね一回引き取って、うん、でライブがあるからそこのまでに間に合わせてっていうふうな感じで、おっ、分かった頑張るって言って作ったんだよ。そうだ、まあ、結局外してないからまだ俺も見てない。うおすげえ。これあと横取ってあったんで3箇所、はいはいはい、外して、まあでもまこちゃん来てから外そうと思って、だから何もしてない。よくわかんねえまっすぐにしてってことです。そう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 。接着剤ってことですか。うん、タイトボンドってギター作るとき最大、うん、それで。それはどこにあるんですか。あ、これ、うん、タイトボンド、タイトボンド。MC で喋んないこと喋ったし、シーカーをよろしくお願いしますよ、うん、そう、まこちゃんすごいなんか喋ってくれる、ありがとうって思いながら、癒着が、ああ癒着だよねこれで値引きとかしてもらえるかなああ、もういやもう散々値引きしたからこれ以上は値引きませんけどあ、じゃあちょっとその辺の話なんかね、視聴者がまあ割と気になるところで、やっぱその実際のところいくらぐらいで作れるもんなんでしょうっていう、ちょっと事務的な感じで話すね、うん、普通のストラトテレキャスジャズベプレベタイプだったら15万か、うん、でそこから何か変えたいってなったらまた別の料金発生しますよみたいな、まあ、パーツの値段と取り付けとみたいな感じですか、うんうん、でそこからこのまこちゃんの先のトップに貼ったりとか、うん、でなるとまた値段は変わってくるから、それはもう材のうん、何使うかによって変わってくるから一概になんかって言わないけど、まあ、特殊な技術量も必要だし、うんうん、だからそのパーツとかちょっと変えたいとかだったら多分20ぐらいでいくかな、そのパーツ、うん、バビッツもそうだしさ、ブリッジのね、うん、ブリッジもそうだし、ペグ、まあベースの場合ペグはそんなないけど、ギターだったら、ね、まあね、ロック式だ、うん、どのコーナーとかいろんなメーカーもあるからピックアップ、デフォルト的にはどんな仕様になるんですか、うん、ストラトとかだったら、そのブリッジだったりペグだったりは、ブリッジペグは5等で、でブリッジのもう5等のちょっとブロックがでかいタイプが、うんうん、
なぜか手に入るから、うん、普通のやつよりでかい。基本仕様がもう、うんうん、ちゃんと上等っちゃ上等ですもんね、うん、でピックアップはそのまあ話聞いてこういうのがいいなっていうのがあったら、で市販のやつでこれがいいってあったらもちろんそれで作るし、うん、作らせてもらうし、師匠が作ってるのもあるから、そうですね、そっからなんかこういう話があって、なんかこういう風なニュアンスがいいんですよねみたいな、うん、でもなんかもっと良くしたいじゃないですかっていう、うん、で、まあ、じゃあこれがいいよみたいな感じで、まあでも師匠のピックアップはタイミングもあるからなんとも言えないけど、うん、まあ、まこちゃんのベースもそうだし、うん、たまたまあったから、うん、それでなんか作れることも、それはもうその15万の中で作れるし、うん、まあ、15万基本でプラスアルファ、うん、でもう本当に1からでももちろん作れるし、フルオーダー、うん、そのシェイプが変わって、ボディの形が、うん、そのさっき言った4つのフェンダー系と言われるやつ以外になってくると、ちょっと話がまた変わってきます、うん、また変わってくるね。材何使う、こういう木をまず用意する必要があります。こういうやつを買って、でトップバッてこれみたいにバッバッて貼ったりだとかしたらまた値段も変わってくるし、うん、だから一概に言えないけど、まあ多く見積もって35から、うん、フルオーダー、うん、とりあえず店来ていただければみたいな感じですよね。喋る、そうだね、やっぱりどんな感じがいいかっていうのは話し合ってからじゃないと進めれないよね。そうですね、うん、進めれないですよね、うん、無理っすよね、うん、からどういう、そもそも言ったらどういう人なのか、うん、どういう音楽が好きなのか、どういう環境でやってるのか、そういうのを分かった上で俺も作りたいし、その人に対して俺は真剣に向き合っていきたいし、うん、初めましてでも最初はみんな初めましてだと思うんだけど、そっからなんかちゃんと向き合っていいもの作っていきましょうよみたいな感じで作っていきたいなって、エソラボートかもしれんけど、そういう風に作っていきたいなと思ってるから、うんうん、そのしまくんのそのに、ま、なんかギターベース作ってもらいたいなってちょっと興味がある人はまずあれですよね、うん、連絡先、うん、あれはでホームページから、ホームページでも来るし、あのやっぱりエチュードの天白店にいつもいるから、うんうん、なんか普通にフラッとなんか来てもらえれば僕は嬉しいですし、それで来て今一緒に仲良くしてる人もいるから、全然お客さんっていう感じでもないけども、ちょっとなんかライブあるけど行きませんみたいな、むしろその人から、しかもさ今今行けますけどいますか、いや今日はいないな、いや今特造ですみたいなっていう人もいるから、まあもちろんちゃんと向き合いたいからそういう風な積み重ねもあるし、なんだろう、あ、会いに来てください。じゃあまあ連絡先を、まあ連絡先はなんかそれはもう下に載せとく、うん、うん、まあ気軽にということなので、うん、本当にもうなんか気張ってなんかとかお願いしますって、しなくても全然大丈夫ですもん、うん、僕自身こういう人間なんで、まあ、これ大事なことだからやっぱ言っとかないと、まあね、一回あれですね、うんうん。